どうやったら非認知能力が高まるのかその話をします。はい、こんにちは。ライフコーチのミスター・オカチです。やりぬく子を育てるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介しています。はい、ということで、えっ、ー、と、これまではやりぬく子とを投げ出す子には決定的な違いがあるよね。そしてその違いは何かそれは、非認知能力です。 いわゆるライフスキルですやり抜く子はライフスキル非認知能力が高くて投げ出す子は非認知能力が低いその話をさせていただきましたでは実際にどうやったら我が子のお子さんの子どもたちの非認知能力が高まるのか今日は僕の 話をしたいと思いますえっとね、あんまり参考になるかどうかわかりません。もしかしたら有益かどうかわからないので、えっと、ラジオ感覚で聞いてもらえたら嬉しいです。はい、えっとね、まあ、こんな感じでこのチャンネルではね、えー、子育てを頑張るお父さんお母さん、子供の教育に関わる方に向けて、やり抜く子を育てるためのライフスキルにフォーカスした動画を配信してます、えー。興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SN、SNS を毎日配信してますので、概要欄 からつながってくださいはいということで僕はねあのこの前も言いましたけど投げ出すす子やったんですはい、自分のことが大嫌いどうせやっても無理やで僕なんかいなくてもいいやいいわそして自分が自分のことが嫌いやったっていうふうに全く自信がなかったし新しいことに挑戦もしようと思わなかった、ね、でなんやろ好きな女の子がいても自分から話しかけられへんしやりたい遊びがあっても自分から鬼ごっこやろうって言えなかったんですよねはい、で 小学校の時はもうバスケットボールやりたいなと思ってたけど、僕よりも身長高い人、僕よりも足早い人いる。このまま入ったとしてもどうせスタメンになられへん。バカにされて終わりや。そう思ってね、入れませんでした。漫画部でしたよ。で、まあ成績は良かった。勉強はできたんですよ。で、勉強はできて、そのまま中学受験に合格した。 合格したこれで僕の人生は変わると思ったんです人生は変わると思ってそこから僕が入りたかったバスケ部に入っただって僕のことを知る人は誰もいないから中学中学になったらねもう新しい自分を生きれると思って自分がやりたいようにね言ったりやりたいようにやったりしたんですよ。でバスケ部にも入ってねじゃあ、えー 嫌われました <laughs> 居場所がなくなって、えー、でねっ独りぼっちになったんですねまあそりゃそうですよねまあ自分に自信がなかったからみんな俺のこと見てくれっていうふうにみんなからエネルギーを奪おうとしたりみんなの話を聞か,聞かずに自分のことばっか話してた <laughs> 認めてほしいからそんな人をやっぱね相手にしてもらえないんですよで念願やったバスケ部に入ったでそこでものすごく練習したつもり今やったら全然練習してなかった本気でやってなかっただって本気でやったってやってね 失敗したらもう傷つくじゃないですか。 もう自信がなかったから、これ以上傷つくことできなかったから、絶対に成功することしかやらなかったんですよ。100%成功することしかやらなかった。右手ね右、右利きやから右のドリブルはうまいでしょ。右のドリブルばっかりしか練習せんかった。ただ、左でやったら失敗するじゃないですか。でも、試合では右も左も両方使えないと、相手にね、簡単に読まれてしまって、ボールを取られてしまうんですよ。でも、それをやらなかったんですよ。だから上達しない。上達しないから試合にも出れない。実際、バスケ部に入ってた時の5年間、1回もし 試合出てませんでそうなったらもうやっぱ自分の責任にするとやっぱ傷ついて怖いから相手のせいにしましまたよだって教え方が悪いとか友達のパスが悪かったって人のせい周りのせい環境のせいにして自分を守っていたそういうことやってたらやっぱうまくなるはずがないじゃないですか。うん、でやっぱ試合に出れずに後輩がどんどん僕のことを抜いていくそして先輩にも怒られてコーチもどやされてそのうち何も言われなくなりました。はい ベンチでですすよ完全補欠ですでそんな状態が本当と辛くなって大好きやったけどバスケットボールをやりたかったけれども高校2年生の時に辞めました、はい、高校2年生の時に辞めてそこから、ね、ギターやったりバレーバレーじゃないわ、えー、とハーモニカ吹いたり、あのー、オムライス屋さんで働いたりスケボーやったりもういろんなことやりました。でももどれも 続きませんでした途中でやめてしまった最初は楽しいんですよどんどん上手くなるからでもちょっとやったある程度やったらちょっと壁が出てくるじゃないですかでその壁を乗り越えるっていうことをやらなかったんですよねそれできへんかったらどうしようって失敗が怖くなって自分自身がなかったしやろうっていう気持ちにもなれなかっただから、えー、諦めてしまったんですよ なんやろ好きなこともなんやろ好きそのうち自分がやりたいこともわからなくなって自分のことがあんまり好きじゃなくなったよだって何をやっても駄目なんだからで途中で諦めてしまうそんな自分のことが大嫌いでしたよで高校卒業しましたで大学に行くじゃないですかで大学に行くっていうことでこれラストチャンスなんですよね もう大学終わったら社会人ででしょ大人じゃないですかでそこで大学の4年間で自分のことを好きになって自分に自信を持って達成感なんか自分はできるんだっていうふうに自分自身もそうやし周りの人もそう思ってもらわないと自分はこの先生きていけないなと思ったんですよラストチャンスやと思ったんですよそれでここからが今日の話なんですけどねで僕は大学の時に自分は変わるって決めました でそれまでは何をやっても投げ出す子やし自信がないし自分なんて無理やって思ってたけどそんな自分を変えたかったんですだから大学になって僕はラクロスっていうスポーツをやることに決めましたラクロスっていうのは棒の先に網がちょこんとついたスポーツです空中ホッケーと言われてるんですけどそれをやろうと思ったんです体育会ですよでそれっていうのはね、えっと、大学から始めるのでスタートラインはみんな同じなんですよさあないんですよでこっから僕バスケやるとかこっからサッカーやるって言ったらむ無理じゃないですかもうだって中高… 中高ややっっててるる子がいいからいきなり大学ででも無理でしょだからそ,それを諦めて大学から始まるスポーツを選ぼうと思って僕はラクロスっていうスポーツを選んだんですでこっからね大学から努力次第でこれまでのことはもう置いといて大学からの努力次第で、えー、自分は変わると思ったんですよこっから努力したら日本代表にもなれるし試合にも出られるだからこの4年間このラクロスというスポーツに全神経全てのエネルギーと時間とお金を費やしてやるんだって決めましたもう決めましたよもう目輝ーーいてましたよ だから、そこからねもう毎朝誰よりも練習しました朝5時半に起きてグラウンドには7時に着きそこから1時間自主練をやって8時から練習スタートですよで、そこから練習終わって授業には行かずにそこから昼ご飯を食べたら筋肉トレーニングをしてそして家帰るでしょ家帰って河川敷で壁当てをしてシュートを打つそんな生活を繰り返し繰り返し繰り返しましたそうするとねやっぱ上達していくんですね上手くなっていくんですよねもうやると決めたから本気でやると決めたからやりにくいと決めたからで 大学2年生の時に関西ユースメンバーに選ばれてえと関西ではね唯一2人だけですよ、2年生で関西選抜っていう、関西ユースの上のね関西選抜っていうメンバーにも選ばれてオーストラリア選抜かなと試合をすることになってまあ試合は30秒ぐらいしか出てないんですけどまあそこに選ばれたっていうのがすごい自信になったんですよね。自信になったここののまま僕はこの 大学でね自分ならできるっていっていろんな力能力それはいわゆるラクロス王のスキルだけじゃないですよそうやってメンタルもそうやし社会性もそうやしコミュニケーション能力もそうやしあらゆるスキルを伸ばしていって人間力を高めるんだ高まっていくんだっていうイメージができたんですけれども。そののの2年生の時の試合は 試試合中3試合中しか出れませんでしたはい、これはまあ僕同志社大学のチームに所属してたんですけど、まあ、関西選抜に選ばれて絶対関西の中ではその試合に出て活躍するってみんなから思われてたんですよ大学のメンバーも同じチームの子らもそうやし大学以外の子らもそうやし僕は絶対この2年生の時に活躍するって思われてたんだけど、えー、最初の3試合だけそこからはもう試合に出れませんでした。 はい、もうこれは本当に僕の悪い癖で周りの声を聞こうとしなかった自分のことしか考えてなかった。1対 1? 自分が目の前の相手を抜いてシュートを打ってシュートを入れたらいいそれさえできたらいいんだとそれができたら僕は評価もされるそ,そうしか考えてなかっただからチームの中でどう協力するとかどういうふうにチームの役割をこなすっていうのを全く考えてなかった抜いてシュートを打つそれしか考えてなかったんですよだから最初の3種は良かった抜いてシュートを打ってシュートが決まるからでもね 大学スポーツってそんんなな甘くないんですよ相手の1試合終わったら相手の強い部分弱い部分を研究するんですよでちゃんとあのそれを対処してくるんですねで1試合目は良かったけど2試合目まあまあ良かったかな3試合目がね最悪でしたね目の前に相手は抜けるんですよだって1対1のプロですから目の前に相手は簡単に抜けるでもね次2人目の、ね、フォローが来てそのフォローにガッチャン潰されたんですよ でフォローガッチャンコ潰されてでもう一回やるぞと思ってもう一回ガッチャンコ潰されもう一回やってもう一回ガッチャンコ潰されていわゆるもうシュートを打つっていう選択肢しかないっていうふうに研究されてたんですよだからあいつは2人がかりでいったら簡単に潰せるっていうふうに相手チームに思われて実際に潰されたでそこでピーってなってメンバーチェンジそこから僕は試合に出られませんでしたはい これが1つ目の挫折ですねまあこんな話をいっぱいしてたらいっぱいあるんですけどまあこんな感じでねいろんな挫折があったんですよいろんな挫折を乗り越えて乗り越えて最終的には3年生の時にあの試合にも出ることができたしそしてチームで全国3位そして僕自身も関西ベスト10メンバーに選ばれたんですね。でそれはなぜそうなったのかというと3年生の時にこのままじゃダメやって僕は気づいて自分のことだけではなくてチームの目標をまず知ろうと。 チームに足りてないところは何なのかそして自分の強みを生かせるところは何なのかっていうことを徹底して研究しましたでその時に出てきたのが僕は相手を抜くことはスペシャリストだでもシュートを決めるのは僕よりももっと上手い人がいるとだから僕の役目は目の前の相手を抜いてディフェンスをたくさん引き寄せてノーマークの人にパスをするそれを気づいたんですよでそれをやってったら うまく、ね、チームのメンバーが点数を取れるようになってチームとして得点力が上がって評価がされたで僕自身もみんなに褒められたしで結果関西のメンバーから、えっと、関西ベスト10メンバーに選ばれるという結果も出すことができたんですね。でまあそういうことをしながらいろんな挫折怪我をして3ヶ月出られなかったこともあったりいろんなトラブルがあったけれども、えー、最終的には、まあ、そういうふうにね、えー、全国3位という結果と自分自身も選抜メンバーに選ばれてすごい自信も手に入れたし やればできるんだと思えたし自分のことが好きになれたんですよね。でこのスポーツで学んだこといろんなことを学びましたよその目標を学んだんですけど、まあ、このスポーツで学んだことをそのまま社会で生かすことができたんですよね。 もう自分の目標だけじゃなくてチームの目標を考えて自分がやるべきことをやるそして与えられたこと目の前のことを全力でやるで問題が出たらその問題がなぜ起きたのかっていうふうにちゃんと考えてその問題がどうやったらもう二度と起きないようにするのかっていうふうに、えー、と分析してそれを問題を消していくっていうことであったり、まあ、あの自分が本当にや,やってほしいこととかやりたいことを相手に伝えるただ伝えるだけじゃなくて相手の立場になってそれをちゃんと伝えるっていうことであったり、えー、とのルールを守るということ。そのルール ルールの中で最高のパフォーマンスを出すためにどうしたらいいのかって考えるとかねこれね全部スポーツで学んだことなんですけどこれがそのまま社会で活かすことができたんですねでその社会で僕はその8年間、えー、社会で営業もやってたんですけど、えー、8年中4年4年間チームが全国3位な3位以内になって4年間で3回ハワイアい 僕は3回ハワイって、4回目の時は僕は会社辞めてたので行けなかったんで、3回ハワイ旅行に行って、僕自身も個人のトップセールスマン表彰でグアム旅行とヨーロッパ研修も行ったということで、営業マンに与えられる全てのえアワードを総なめにしたっていうことで、ちょっと伝説的なえ営業マンでした。ちょっとだけね、ちょっとだけね <laughs>。でもそれも全部スポーツで学んだことやったんですよ。で、そのスポーツで学んだ力が何なのか、これが 非認知能力やったんですよライフスキルやったんですね <laughs> そうだからすっごい頭が良くてもどれだけ勉強しててもいろんな能力スキルを持っていたとしても根底にライフスキルででであっったたり非認知能力がななかからそれを社会で活かせないんですよね,ねどれだけ英語をしゃたくさん話せても相手の立場になって、えー、共感する力がなかったらコミュニケーションができないどれだけ製品の知識があってもこれを販売したら断られるんちゃうかって思ってたら販売しに行かないつまり結果が出ないんですよ。だだかから学学校で学んんこととかそのいろんな知識 知識資格で得たことを生かすも殺すも非認知能力次第なんですねでその非認知能力は、えっと、いつでも誰でも身につけられるスキルなんですちっちゃな習慣を身につけることで非認知能力がぐんぐん高まっていくただそのちっちゃな習慣を身につけるのは子供一人では難しいんです最初はだからそのためにはお母さんとか大人が関わることでその習慣を、えっと、もう無意識にできるようにするもういわゆる習慣化していくことその行動を習慣化していくことでちょっとずつ非認 認知能力が高まっていいくととうことなんですなのでこのチャンネルでは、えー、とお子さんが、えー、非認知能力が高まるような、えー、行動を習慣化するための親御さんの関わり方を紹介していきたいと思ってるんですよなのでちょっとでも興味ある方、えー、投げ出す子からやり抜く子に 変わりたいえー、やりぬく子を育てたいと思われている方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと、無料 LINE 講座を開設しました。えー、そこでは、やりぬく子を育てるための考え方であったり、関わり方、声かけの仕方を動画やら、コラムやら、いろんなテキストで配信してます。えー、たまに、その LINE 講座限定の、えー、セ,ミセミナーとか、えっ、ー、と、コミュニティの、えー、なね、ね、えー、コミュニティの介護、オフ会とかもやっていくので、よかったら、つ、え、な、ー、がっていく あのただあの引き戦というか見るだけでもオッケーなんでね。はいということで以上です。ジエンド。それではワンダフルな一日をお過ごしください。今日もありがとうございます。バイバーイ。